はい、皆さん、こんにちは。1月10日分の今週、遊んだゲームへようこそ,ようこそダニエルです。クラブです。ですはい、ということで、今回の、えー、この3名で届きたいと思っております。今回のメニューは、アナザーコード、うん、ダイソンスペアプログラム、えー、そしてバラダーズゲート3の話になります。あの今週、遊んだゲームというかね、あのーえー、冬休みとかね、遊んだゲームとかあると思うんですけど、はい えまずじゃあ、くらべさんからいきましょう。アナザーコード、リコレクション2つの記憶、記憶の扉。えー、こちら、DS と Wii で出てたアドベンチャーゲームの、えー、まあリメイクですね。 リメイクと言っていいと思いますが、うんえー、19日にスイッチで出るんですけどそれに先立って体験版が配信されてて、えー、<ー>僕も冬休みの間にプレイしましたけどあ<ー>まあ1時間ちょっとで、えー、クリアできる体験版で本編引き継ぎ可能なので興味のある方是非まずやってみていただきたいなと思いますけどこれ DSWE 僕当時 WE 版を見て面白そうだなって言ってなんかこう。 プレイすすべきか迷った記憶あるんですけど結局やらなかったんで今回が完全に初プレイになるんですけど DS 版の方はもともとが本当に 2D のアドベンチャーゲームだったのが、まあ、フル,ル 3D で歩き回れるゲームになったので本当に大幅なリメイク作品になってて。 であのそっちがあのそのそ物語的には最初に来るのでそっちが写真先に出ているので今回の体験版もそっちからのスタートになるんですけどもう本当に今いうの,の,の 3D アドベンチャーゲームという感じでそのプレイフィールとかそのスタイル的にはライフィストリンジをちょっと思い出しますね。本当にあの 自由に360度にカメラ回しながらフィールドを歩けるしで、まあ、舞台はアメリカだし主人公はその若者だしと、うん、いうところがちょっとなんていうのかなポップな感じもあってあのだけれどもあのより、まあ、もちろん「Life is Strange」とかも超自然的な要素が出てくるんだけどこっちは完全にあのもう幽霊とか出たりするので,で、ねうん、より、まあ、この思いっきり。 超自然的な方向の、えー、ストーリーになっていますで。それ自体は僕とあんまり相性は良くないんだけどあのこの 3D フィールドの探索の充実度とかそのキャラクターとの,あの会話の豊富さとかはかなり驚くものがあってあのこんなに作り込まれているのかっていうのがかなり第一印象でしたね。うんーまあのビジュアルもかなり綺麗だし でまあ、例えばなんかこう自然の環境とかの中でそのインタラクトできるまあ本当に調べて文章が出てくるだけのものが多いですけどそのフィールドに用意されているものでちゃんとこうインタラクションで反応があるものがめちゃくちゃ多くてであとなんかこう物語の序盤で船に乗ってこう移動するんだけどそのちょっと待つ時間があってその間にその船長と会話できるんですけど船長にいろんな質問すると、うん、子どもの頃 あの船長以外の仕事考えなかったかとかっていうちゃんとなんかその一つ一つのキャラクター下手すればあんまり重要じゃないキャラクターなのかもしれない人物にまでそういう裏設定もしっかりと用意されててなんかそういう意味ではこう抜かりのないこうしっかりしたあの設定のアドベンチャーゲームだなとあの感じましたのでなんか。 3D フル 3D で歩き回れるアドベンチャーゲームとしてはかなりクオリティの高いものだという印象を受けましたでさらにあの謎解きみたいな部分があってなんかこう例えば橋渡るためにこう壊れた橋を直して1枚の板をどこに置けば渡れるようになるとかそれからまあ本当にそれこそ,そのちょっと環境を見てその謎を覚えるまあちょっとバイオスタイルのものとかもあったりしてまあいろいろ あのお墓があってそのお墓を見てえーその扉に仕掛けられた謎を解くみたいなものとかもあったりしてなんかなんで本当にそのまあちょっともともとはノベルゲームっぽい作品なんだけどそのただ読み進めるだけじゃなくてちゃんと自分であの世界を歩いてそして世界を見て謎を解いていくっていうそのなんか動的な遊びも。 かなり盛り盛込まれたもともとあるんだけれどもそうそうそれがあの何て言うのかなそのえ一つのいい立ちになっているなと感じましたのでなんかあんまり期待しないでプレイしてみたけれどもあこんなに何というのかなこう質のいいアドベンチャーゲームなんだっていうのにはちょっと驚かされましたね。か,かなり好感触だしあの本編が出たらそのままやろうなと思ってます。 えー、なるほど。やってみようかな、じゃあ俺も。えー、私も俺当時、やったんですよ、DS 版は。あ、やってるんですか、私も。あ、やってる、ま、マップ自体はありましたよね、さっき動画見てましたけど、うん、上から見下ろしのやつ見てて、そでって、ねうん、それそんな膨らませようなくないと思ってたんで、まあ意外ですね、そういう意味では。かなりなんか、もともとは本当にちょっと歩くだけみたいな感じですか ちょっと記憶があの多分か仮面をタッ,チタッチして移動してる、あるっていう程度のことじゃないいと思います<当>いやかなり環境デザインとか頑張ってて、密度濃いし、うん、ちゃんとその,その環境に意味がもたらされてるし、あすごいな、ちゃんとした本当になんかこうライブ・ステージに見劣りしないとは言えないけれども、なんかそれに近いところまで持ってきたなっていう感じはありましたね。リッチなかり はい、メイクあとキャラの,、ね、あの移動とかもいいですね、はい、歩くモーションとかあとその途中でなんか例えば人物がいるとちゃんと一回見,見ながら歩いたりとかしてるしんか単にこうとりあえず 3D にしてみましたっていう感じではないです全然 Wii の作品ってもともと 3D ですよね、はい、そう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 なはず私 Wii 版にやってないけどあの DS やった時当時ですね DS を買って最初ろ結構これ DS の、ね、最初頃に出たゲームなので初期段階というかなのでその時ってタッチスクリーンってなかったんじゃないですかゲームにうん、うん、なので基本ね、はい、であのかつこのゲームかなりそういったところに、ね、イノベーションが高い形で使ったりしてあの例えば、えー、と何かの紙を印字するために あのでねそそううんどうしてんのかなと思うんだよなそこスイッチどうなってんですかそれまだやってないかそのパズル DS をたたんぶと溶けるっていうパズルあるんですよああこっちの面とこっちの面をくっつけることでまあいい感じにあと「ふく」とかですか「ふう」ってそう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 毎回回回るか多分だからほんとに DS ベースなんだけれども一から作り直してるから DS でできたことよりも、今のスイッチでできることは、まあ、あくまでこの世界で、まあ、新しいパズルを入れつつみたいな感じなんですけど、僕の予想ですけど、もともとスマホみたいなアイテムありましたどうだったかな、なんかスマホ当時ないよね。ゲームの序盤でスマホみたいなもの渡されるんだけど、<ず>俺、もしこれオリジナルからあったなら、相当なんか、ね、<laughs> 先見の地というか、スマホは多分、ね、これちゃんとその世界の中、その 2>, 2機じゃない中、2機あったんだよね。 えてないんですけどどこに対してもねスマホで写真撮ったりとかできて写真人物とかオブジェクトの写真撮ると記録されたりして逆に知らなければ今の時代を舞台にしたゲームとか思っても不思議じゃないってことじゃないですね今の舞台とか今最近出たゲームって感じはしますね普通にこれ体験版あると知らなかったのでここにはやりますよかったですありがとうございますアナザーコードレコレクションですね はい。じゃあ、千葉さん。はい。実は年末年始はマリオやってたんですけど、お<う>まあ今回はダイソンスフィアプログラムについて話すと。おぉ、なんだ <laughs> <laughs>、えー。ダイソンスフィアプログラムは、ファクトーリオとかの工場系ですね。<ー>産業ライン系のゲームでございます。それの、でダイソンスフィアって何かっていうと <laughs> あの、惑星のパワー全部集めたらすごいパワーができるよねっていう説みたいなのがあるんですけど、うんうん、まあそれを実際に、えー、その、 星の上で作るっっててていいうゲームになっていてファクトリオとかと違うのはその宇宙っていうスケールまでいってるっていうのがまあ大きな違いあダニエルさんの画面見てますけどあのそもそもその平面の世界じゃないですよね完全にあこれ丸っこい惑星にいるなってわかるビジュアルになってるしそ、ね、でそのスケールが宇宙だからあのこういうのってそのまあ銅とか鉄とかまあアイアンとかですねそういうのを集めて加工してっていうのをいい感じにライン組むんですよね。あの アイ,アイアンをインゴットにするとそれをなんかめちゃくちゃいっぱい並べていい感じに何個も生産していくっていうのをと,とにかく効率よくやっていくっていうゲームなんですけど宇宙っていうスケールまで伸びてるのがポイントで別の星から持ってきたりしないといけないんですよああ大変だ,だこの星には例えば何ですかねえっ、ー、とあんまあ、チタンチタンがないんですよね僕が最初に言ってる惑星はこれあの惑星はシードーであの作られるんで全く同じじゃないんですよ 例えばダニエルさんがやったときと僕がやったときは違う惑星なんですよ、ねうん、完全には同じじゃない。<laughs> で、最初の星にはチタンがないんですよね。で、チタンっていうのを手にするにはそこの星まで自分、<laughs> まあロボットなんですけど、プレイヤーキャラクターはそのロボットが集めに行くか技術を発展させていってそこからあの直で送ってもらえるようにする必要があるんです。うん、で、僕やっとそこまで倒して結構時間取ったんですけど <laughs> 結構移動が大変なんですね。最初はね、うん、最初はその、まあ、僕はその 衛星にいるんですけどある惑星の衛星、まあ、月ですよね、にいて、そこから本惑星みたいな行き来とかしてたんですけど、それ、やっと行き来しなくてよくなったんです、タワーみたいなの立てて、<ー>タワーから船出発させて、船持ってこいっていうのを、自動的にじゃ入ってくるようになった、ね、そうそう、ほっとくとできるようになるで、そのほっとくと持ってきたやつを工場の中に流し込んで、また加工してっていうのを、まあ、延々これを繰り返して、だんだん規模を大きくさせていくっていう、ゲームやっとそこまでたどり着いたって感じなんですよね。なるほどどそれででののらいのプレイ時間ですか 40 30あっ、えー、そんなにかかんだ、えー、そこまであこれは結構得意不得意出るので僕ファクトリオとかやってないからあと単純にその効率化がどれくらいできるかによって人によって様々あるんでそこにもよるんですけどで最近このゲームず2年くらいアリアクセス続いてて戦闘要素が加わったんですよね <laughs> 敵がいるんですよ、惑星上に攻めてまあこれ、よくあるタイプなんですけど、敵とかいらなくないと思ってたんですよね、僕は。だって工場を作りたいから、邪魔とかいいっす、嫌だよね。思ってたんだけど、楽しいっすね。敵の基地みたいなところに、自分が弾を延々作って、ロボットが弾を発射する、タレットみたいなタットみ設置できるんですよ、ミサイルとかね、それで延々攻撃して、なんか自分が作ったやつをこう、流れたら、勝手に倒してくる、これ、超楽しいっすね。 あ、これエイジオベンパイアとかでよくやるやつ、ね。そうそう、<ー>でもエイジオベンパイアはさ、いちいち操作しなきゃいけないわけじゃないはい,はいはい。そのもう完成させたから、キッチンを勝手にここまで伸ばして、あとたまに円円入ってくるから、もう見てたら勝手にやってくるんですよ。これはね。でもたまにさ、そ,楽しいその強いやつがこう。 通ってくる,そうあるだからそこをうまく打開しないといけない通っっちゃたたよみたいな、ね、ミサイルをうまく通したりなんかその敵の攻撃を集中させる建物とかもあるのね、うん、でそいつをおとりにして叩いたりっていうのをやってこ数年に入ってこようとするの,その諦,めたす諦めはねしないねない近くまで行ったらもう延々攻撃して敵も無限に敵も生産してるんですよねだからほっとくとな完全に破壊しないとまた新しいその建物とかを建てて向こうを防備をしてくるから、まあ、それに備えて。 でしかもその敵の基地みたいなのは星の上にあるんですけど実は宇宙空間にもあって最終的にはそこから船とか攻めてくるからそれを守らないといけないっていうふうになってるあ<ー>まあそ,まいもうその段階に来て、ま、だいだてないこれからなるんですけどまっ、あ、ていうのでこの規模感がやっぱいいですね宇宙の果てまで求めてわざわざ行ったり。 これからはねその宇宙空間の中でもそのワープワープとかしないといけないんですよより遠くの星から <laughs> 持ってこないといけないからはい,はい、はい、そのためにワープの技術を解禁したりしないといけないあいうのが<ー>楽しみですね最終的には絵面が、ね、そのダイソンスフィアっていうのは惑星をま加うようなのができてそこからエネルギーを発射,発射収集化するっていうビジュアルとしても完成するんでそれが楽しみですう動画とかで知ってるんですけどどういうふうになるか どん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 こう発展していく楽しさが、ね、そうそうしす。すね、絵面が変わっていくのが面白いですね。めちゃくちゃ時間かかっちゃいますけど、そ、うん、<laughs> これ完全ソロですよね。マルチはない、ね。マルチないですね。うん、マルチの実装は確かないって最初の方に明言したはず。ちなみにゲームパスで出てます。ああそうなんですか、はい。ただし日本語に対応しておりません。あ、そっか。でもどのぐらい苦労するの 僕は日本語化もっと適用してるんですけど、まあ、そんなに難しいタイプではないけどその用語がやっぱ宇宙関連だから特殊ではありますよねんなんかこの技術はこういうものですっていうのは直感的には理解できない単語が出てきちゃうから、うん、まあそこは問題といえば問題ですね、はい、それで30時間かかってるよねあの一個一個単語をし調べていやだから僕は <laughs> 今言ったとおり日本語化もっとでやってる日本語でやってますよ <laughs> ああそうかそうかはい だから単純にゲームプレイの時間として時間かかってるという感じですね。これ系あんまやってなかったんで、そ LINE 作る系のゲームを。改めてこの楽しさを知ったなっていう感じですね、うん。はい。はい。いダイソンスフィアプログラムでした。はいえー、私はですね、あのー、この、えー、と年末休み中で、えーと、やっぱりバラダーズゲート3ずっとやってました。ほうほうずっとやってますあのね <laughs> 遊んだゲームの話したくらいですから、そうですそうですです、ね、本当にそうで,すあのもうすでに選手が前回の番組ですでに語っているので短くするんですけど、うん、このゲーム、まずこうメインのミッションがあるけど進めません、寄り道が多 <laughs> すぎて <laughs>、いつもそうだけどね、<laughs> いや、そんなことないですよ、あの例えば「レッド・デッド」みたいなもの、ね、<laughs> まあ基本的にストーリー進めようと思ったんですけど。 今回もそうなんだけどストーリー面白いしだけどいやこれちょ,っとちょっと面白いものいっぱいありすぎて困るこのゲームマジでであの一応あっちの方じゃあ目指そうとなってこうマップがあるんですけどそのまだ探索してないエリアが真っ黒で探索しるとこは見える、うん、でとにかく次のマーカーは遠くはあっちにあるけど何があるか分かりません真っ暗だから分かんないけどとりあえずじゃああっちの方向に行こうと思ったら 途中でとある町見つけちゃったんですねもう村、はい、見つけて、うん、その村にゴブリンがたくさんいるそのゴブリンの人たちがあんまり気づかれたらすぐにけんかになるけど一応ステルスで入ることもできるし場合によって声かけられて会話で騙すあす<も>説得させるという安全に通り過ごせるわけですねそうそう,そう、はい、あるんですけどうまくいくかどうかは 自分の選択肢プラスサイコロのロ。なのであと能力値もあるの,そ,の,そ,のえとそっちについては能力値というよりはあ、一応あるけど、どっちかというと、使っている、えー、とキャラクターの、えー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 、とタイプですね。はいはいはい、なるほどなので、それも含めてありますけどあの、あと自分のパーティーの中でどのキャラクターをその時に使っているか、自由に、ね、あのリードキャラクターを選べるから。 でその中で複数の戦いになっちゃって、その1つの村であっちにもゴブリンですし、その建物の裏にそっちもゴブリンいるし、みたいな感じなんで、で喧嘩しながら、うまくいきながらとかいろいろあるんですけど、なかなか <laughs> 進めなくてで、やっとこの村じゃあ全て探索できたと思ったら、ね、しかもあのウィンドミルって日本語で何て言う風車があって、うん、その風車の ブレードの一つにあのキャラクターが縛られてるんですよ。<ー>ゴブリンたちがいじめてるのは,いはい、はい、ずっとこう回して回したりしてソニー灯を作ってソニー灯が実はあのこの辺に荷物ありましたみたいなのをあげるよと言ってそいう探しに行ったりしてさらにその村の、まあ、すべて見たかなと思ったところで気づいたらそこにトラップドアがある地下があるってことですね。その地下入ったたらまたダンンジョンがある でそのダンジョンまた広いしでそのダンジョンの中にいろんなアイテムあるしあのいろんな敵もいるしあの節みたいなあの、ま、あのたくさんのねあの棺コフィンがあって開けたら中に開けちゃダメだよ棺は開けたらでも <laughs> 金が、ね、ゴールドがあるわけね一部の中にでも一つ開けたら節みたいなゾンビが出てきて、うんうん、でそのゾンビが自業自得 そう。で、自分の意思で他の箱開けて仲間出しちゃうの。ーーで、急に気づいたら相手のパーティーがすごい来、ねね、るんでないやべえなって。だから開けちゃダメだっす。そうね。だけど開けると、ね、いいものが入ってるかもしれないね。だからそういったリスクリウォードのバランスなんですけど、それ長い長い戦いになって。寄り道が連鎖してると面白いってことなんですね。そうなんですよ。しかも相手の手に入って、このアイテムなんだといろいろ調べたら、 あこれを使うためにもう1つのアイテムは大事だなってやってしかも近くにあるらしいけどそれまたさらにひどいダンジョンなんでそれ今探索中なんですけど <laughs> たくさんの雲のタイプのクリーチャーが出てきて戦わないといけないんであの結構きついってのもあるんで、まあ、いわゆるプチミニボスみたいなもんなんですけどあの次何があるか本当にわからないこのれね超楽しい。あの ゼルダ、ブレス・オブ・ザ・ワールドやった時のその発見が楽しいっていう気持ちをさせるようなゲームで間違いないので、セッティングはそういった中世ファンタジーみたいなものであるんで、そういったものが好き嫌いあると思うんですけど、苦手な方でも、ちょっとやってみる価値はあるかもしれないなっていうゲームなんですね。なので、まだまだ、多分,分クリアはしないと思うんですけど、何十時間、これからまだまだまだ,まだ今年、ゆっくりやりたいなと思ってるんですけど。んやんないですか いや、やりますよ。まだやってない。ダイソンステアプログラムがまだ、プログラムが完成してない <laughs> あと、AXL リ,リバースに備えて <laughs> <ー>。いつやるんだよ、いつやるんだよ。あと、アラーウィーク2もやりたいんだ。<ー>やらなきゃいけないもの多すぎます、ね。ライブラリーにストックしてるん私、バルダースゲート、あの今回あの、まあ、毎年ね、あのね <laughs> 年末年始は、通話の,の時間に帰るんですけど、今回ス、えー、スティームテックを持っていって、 スイッチも持っていたんだけど、娘ずっと使っちゃってたから、スティームデックでパラダーズゲートやってると、バッテリーが <laughs> 90分ぐらいしか持たないから <laughs>、ちょうどいいとこ来たのに、ああ、また一旦休憩だと、また充電しなきゃいけないってことになっちゃうんで、充電しながらプレイできる場所があんまりいいとこなかったんで、なので、それがなければ、もう本当に、本当にさらにさらにやり込みってことだったので、本当にこのゲームずっとやりたい。 <laughs> めっちゃ面白いです。はい、パラダンスゲート3は多分また今週遊んだゲームのどこかで出てくるかもしれないです、ね、はい。はい、他の人でもね。そうですね。はい、はい他の人。他のメンバーの、えー、と感想は聞き,聞きたいですね。やっと日本語版も、ね、配信されてるし。はい、ということで今週遊んだゲームはこういうところですね。はい、あの皆さん、今週どんなゲーム遊んでますかぜひコメント一覧で教えてください。そして今回私たちが語ったゲームについても皆さん、ぜひ思いがあれば。 書いいてくださいあの音声が残る方でも、えー、YouTube ページを開いていただいてそこにぜひコメントを書いてください、えー、チャンネルの登録も、えー、今回の動画のいいねボタンもぜひ、えー、クリックしてくださいということでまた来週までにお待ちしておりますのでバイバイまたねー <music>